はいいじゃあよろししくお願いします、えー、今回高校受験対策の関数シリーズ第48弾やっていきましょうで問題3問ありますのでまず一回動画止めていただいて是非チャレンジしてみてくださいでやってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば今からね自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思いますいいかなでは早速ねまず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いしますほんじゃあ画面下げますのでお待ちくださいギ ほっおおいい感じじゃないかではでは参りましょうで今回はですねまあそんなにめちゃくちゃ難易度が高いっていう問題ではないんですが、まあ、よく使う技がねふんだんに入っているのでいろいろ確認できたらなと思っているんですけれどもいつも言うように図がグラフがね書いてあって、まあ、問題文あるじゃないですか問題文に書いてあった情報をこっちに移していきます じゃあまずですね関数が Y イコール AX 乗こいつがね y=ax ール a x じゃないね x の2乗で下が y=ax ール a x 二乗で一応書いてあるので、まあ、図でね下にあるから a が負マイナスの数っていうのは分かってるんですけど書いておきましょう。でこっからですね cd とか、まあ、ad がいろいろあるって書いてあるんですがまず a と d こいつです。 こいつらの x 座標が3と書いているので a のところ x 座標こっちが3です d もこっちが3ですでいつも言いますが片方の座標を入れたらもう片方の座標をその場で書いてしまうね。書いてしまう癖をつけるで、どう書くかっていうと a はこの関数こいつねの上に乗っているからこいつを使うことができます で x が3なので x のところに3を代入するそうすると y イコール3の2乗となるので3の2乗って9ですよねだから y は9とすぐ座標が出ますこっちも同じですただし d はこの関数なので x のところに3を入れると y イコール 9a となりますこれは9だからだから y 座標はそのまま 9a としておいてください B と C も同じですこっちは x 座標がス2と書いてあるので x がス2それを上のこの式に代入します。Y イコース、えー、2を代入するとですね必ず括弧をつけて2乗とこうなります。でこれはス2を2つかけたものという意味なので y 座標は4ですね。 で下も同じようにやるとマイナス2ここに入れると 4a となってまあもちろん a を含んでいる状態にはなりますが4箇所全部座標が出てきましたちょっとこれごちゃごちゃするんでこいつは消しちゃいますねよいしょであとはまあ線を結んで問題解いていきますとでまず1番 a の座標を求めなさい出てますということで a は 3の9これで終了。で2番が2点 AB を通る直線の式ですねでいつもは結構口説明が多くなるんですが今回、えー、時間も時間もあるっていうかそんな長くなる動画ではないのでちょっと詳しく説明しましょう久々にえ。直線の式を求めろと言われたらまず。 直線と言われたらこの式を思い出すようにしてください直線の式というのは y=ax+b 中学校2年生で習ったやつですね一次関数ってやつですまずこれを思い浮かべるとで出し方なんですけどまず、えー、今あるように2点 a と b を通るからねでそれぞれの座標が出てる a と b2 つの座標が出ていれば必ず求めることができます で、まあ、自分がよく使うやつは、えー、連立方程式を使って解くタイプです特に数学がに苦手意識がある方はこっちの方がいいです、まあ、合っている方が多い、こっちの方がねで、どうやるかっていうと今マイナス -2 の4と3の9っていう2つの座標がありますそれをこの式に代入するんです まず、マイナス2の4っていうのを、x にマイナス2、y に4を代入すると、4イコール、マイナス 2a、プラス b となります。ちょっと、この4が右にあった方が気持ちがいいので、右と左、右辺と左辺を丸々入れ替えます。で、丸々入れ替えるときは、符号を変えなくて大丈夫です。だから、まあ、こういう感じね。シュッシュッと。こうしておきましょう。で、こっち終わりました。で、こっちですね。 3 3、ののの9 9ももう1回入れます。x ととこに3 y のとこにに y です。で、ちょっと入れ替えることも先に考えて 3a+b=9 とこうなりました連立方程式が完成しましたということであとはこの連立方程式を解いていきます。でこの求める時に楽なのが b が絶対に b で揃ってます。 下に2をかけてとか上に3をかけてっていう係数を合わせる必要がないのでこのまんま引き算をしてしまえばマイナス 5a こっちがマイナス5となって a イコール1と出てきますで a が出てきたらまあ上の式か下の式好きな方好きな方の選んで a を代入するじゃあ今こっちに入れましょうか a に1を入れると マイナス2プラス b=4 なので、b、は6となりますで a と b 両方出てきたのでそれをここの式 a と b に戻してあげると求めたかった直線の式は、y、イコール、X、プラス6とこれで終了となります。間違っても1、X、と書かないようにしてくださいそうすると×くなっちゃうからね。 でこれが自分がよく使う方ですね連立です。でもう一個が傾きを先に出しちゃうやつです。ちなみにこっちの方が早いです。暗算できるんで暗算ができます。でどうやるかっていうと今 y=ax+b って書いた時の傾きはここです。a の部分これが傾きになります。 で出し方はですね、えー、2つ座標ありましたよねどっちからどっちでもいいです A から B を引くでもいいし B から A を引くどっちでもいいんですけど決めてくださいで傾きっていうのは公式があって X の増加量分の Y の点々増加量です っていうのがあるんですねもともとは変化の割合の公式なんですけど変化の割合と傾きって同じ a を表すから傾きもこの公式で解けるっていう話なんですけどでこれ何を表すかっていうとやり方ね分数にしますでじゃあ今俺 a から b を引く a から b を引きますその時に x 座標からいくよ x 座標から x 座標を引いてくださいつまり3ス2です3ス2 5ですよね 同じくこっちからこっちを引くと決めたので y 座標も9から4を引いいてくださいそれが5ですよねつまり1なんです傾き1ってすすぐ出るんですここの A がで傾き1って分かったらこの時点で y= イコールここは1って分かったから y=x+b イコール、X、プラス、b、ってことが決定しますあと b が分かんねえじゃんってなるんだけどそしたらどっちでもいいです 好きな方の3と9-2の4どっちでもいいのでそれを xy に代入しましょうじゃあこっち使おうか使うと y のとこに4、X、のとこにマイナス -2 を入れればすぐに b=6 イコール6と出てくるので同じように1と6のコンビができるからこれで終了という形になりますどちらでもいいですどちらでもぜひね、まあ、できれば両方知っておくとあの確認ができますね あの、関数の問題っていうのは、直線の式を求め、今回もそうだけど、直線の式を求めた後に、それを使って、次の問題に発展するパターンがあります。まあ、次の、今回はね、次の問題にこれ関係ないんですけど、そうすると、ここ間違っちゃうと、3番やり方、次の問題がやり方できてたとしても、これが間違ってるからさ、連鎖して間違っちゃうんだよね。だから、ここやっぱりしっかり押さえたいところ、どうしてもケアレスミスを減らしたいところではあるので、2つのアプローチ。 解き方を知っておけば1回目こっちでやって2回目こっちでやって一致したらまあ間違いねえだろうみたいなこともできますんでぜひそんな感じでやってみてくださいすんごい細かいけどちょ,ちょっとキレイですなんだね入っていくかな OK はいということで最後3番ですねまあ、当然今回の中では一番難しいことではあるんですがある技を知っておけば特に問題なくこなすことができます で、四角形 ABCD ありますね。ABCD があって、あいつの面積が50だと。で、その時のこの A を求めたいんですけど、まず1個目のアプローチとしてあ、やっぱアプローチで、えっと、クリアしなきゃいけないところとしては、四角形 ABCD、あの形、なんだっていうとこです。なんだっていう。あいつ、台形です。台形。横になってるけどね。台形になってる。なぜかっていうと、AD と BC、まっすぐ縦の線になってるから、ここ平行になってますと。 そうなってるからこれ台形なんですよね。つまり台形の面積を今回聞かれてます。まあ、図形の面積の中で忘れえっと面積のね公式の忘れられるランキング多分トップ2ですね。個人的には台形とひし形が、えー、忘れられるんですけど、台形の面積はカッコ上底たす下底カッコ閉じかける 高さえかける2分の1、まあ、もしくは割る2ですねこれが公式ですつまり上底と下底と高さが分かればいいんですでまず上底どこかっていうとまあ短い方を使いましょうここですここが上底下底はここです下底、まあ、高さはどこでもいいんですけどもここ使いましょうかここですねこれが高さになりますつまりあの赤の3本の線の長さがわかればまあ、表すことができれば もうクリアなわわけです上底下底高さ全部かかるからねじゃあどう出そうって時にまず上底と下底からいきましょう。いい図形関数においてまっすぐ縦の線まっすぐ縦の線っていうのは決まってます。上のいい、上の y 座標から下の y 座標を引いてください。上、まあ BC だったら上の y 座標から下の y 座標を引くんです。つまり4マイナス 4a になります、ここは。 あっちもそうです。AD。まっすぐ縦の線なので、上の Y 座標から下の Y 座標を引く。つまり9、9-9A と。これが仮定になります。で、高さっていうのは、まあ、真横の線になってるので、まあ、えっと、これだったらね、A が入ってないからすぐわかる方もいると思うんですが、まっすぐ横の線っていうのは、ちょっと青にしておきましょう。まっすぐ横の線っていうのは、 右の,右の x x x 座座標標から左のの引いいてください右の x 今ここないですけど、まあ、3ですよねこう3の0だからでここもス2って分かってるからス2の0とつまり右の3から左のス2を引く3引くス2なのでここ長さは5って分かります3本の線全部ね表すことができたのであとは丁寧に入れていきましょう 上定、まあ、カッコつけなくていいねこれはね、四マイナス四 a プラス仮定がどこだっけあっちか、九マイナス九 a かける高さが五かけるえ二分の一、こいつが五十になるよって今言ってくれてるので、あとはこれを解くだけです解くだけ。で、まあちょっとまあ厄介というか面倒くさくしてるのがここをね偶数にしてくれてないんだよね。偶数にしてくれてれば。 ここででででで約分ききるんですけどできないとでもちろんねいや私はブースのまま突き進みたいんでって方は全然構わないんですけどこれ2分の5ですよねまとめると2分の5を分配してしまうと2分のほにゃららがいっぱい出てきますちょっとめんどくさいだから先に2分の5処理しましょうでどう処理するかっていうとちょっとくっつけますねこれ今2分の5になってるこいつ消したいんでちょっと色変えます逆数の 5分の2をかけちゃいましょう先にそうしたら約分で消えるからこいつこうやってただし左辺だけにもちろんかけたら NG なので右辺にも同じく5分の2をかけてあげるそうすると右辺も約分ができてここ10だからここまとめると20になるんだよねで括弧の中も計算すると 4+9 で1 3ス1 3 a イコール今20になってるでじゃあス1 3 a イコール持ってくると 7だから最終的にイイコルマイナス1 3で割るとね割り切れないのでマイナス13分の7となってこれで終了となります。いいかな、まあ、この割り切れない時は文字にくっついてる数字が下って覚えてください分数にする時7分の13だっけ13分の7だっけってなる時ね。 あもちろんさこれ消すためにはさマイナス13分の1をかけてるからいや、13が下じゃんって言われればそこまでなんだけどあのパッて出るためにはもう文字にくっついてる数字が下っていうね覚えておくと時間短縮で楽かと思います、まあ、今回はですねこのまっすぐ縦の線まっすぐ横の線っていうのは、まあ、これまでの受験対策でも何回も出てきてますけどその高校入試においてはめちゃくちゃ使えますこの技。 もう必ず覚えておいてください。ただ単にまっすぐ縦は上の y 座標から下の y 座標っていう。で、x 座標と y 座標どっちだっけって思うかもしれないんだけど、まっすぐ縦の時、x 座標同じだからさ、3-3したら0になるからおかしいって気づけるから。だから、まっすぐ縦の時は、まあ、もうどっちかの座標を上から引き算すればいいんだよねでもいい。x は違うってすぐ気づけるから。でもこの上の y 座標から下の y 座標を引くっていう。まっすぐ横の線は右の x 座標から左の x 座標を引くっていうのを是非覚えておくだけでも解ける問題増えていきますので是非覚えておいてください。では今回はね高校受験対策の関数シリーズ第48弾やらせていただきました。